えっとそれではガイダンスを始めていきたいと思います、えーっと。今日のガイダンスのテーマはこれですよね。ご覧になってください。年内にインプット終了、その強みと合格へのスケジュールという点でお話をさせていただきたいと思います。えー、担当はレ史的人講師、メリシュ佐藤です。えー、皆さん、こんにちは、えー。今日しゃべっていくものは年内終了というところを強調,と強調してしゃべっていこうかと思うんですね。で、まず、えーっとね、基本的知識としてどのくらいこれ勉強ってかかるんですかというところから少し見てまいりましょう。 えー、今日配ったもネジ目がありますんでこれに従って喋ってまいります。でご覧になってくださいね。通常どのくらいかかりますかね。うん、もちろん一年でって言いたいんですけど、平均というと三から四年っていうのが今の平均になっていますね。ただこれはできれば短くしたいと思っていますね。短くするためには、うんこれ平均なのでできれば年内中に終わらせないと厳しいということになるのでこの講座ということになるかと思うんですね。できればインプットは年内中に終わりましょう。 で終わった後にアウトプットがお年明けから始めていくということになるかと思うんですね。で、そうしないと期間が焦ってしまうんですね、この試験ってね。で、あまりよくないので、まず年内に終了するということを注目、えー、中心として、は、えー、たっていきましょう。じゃあ、時間ですね、どのくらいかかるかということですけど、まずここに書いてある通り、時間的に言うと、約3000時間くらいかかりますかね。結構これかかるか、かかるかと思うんですよ。ただ、担当的に特化するならば、 1,000ぐらいでしょうかねただこれ未満だとちょっと厳しいかなと実際上思っていますうん卓越が一番これ今試験としては難しいんですねで試験ってずっとね傾向は実はあります試験傾向としてまず旧試験ってありましたよねこの旧試験が、えー、と平成13年までですかねそこまでのね例えば論文とか担当式試験なんだけどまず担当は学問中心として覚えてしまったらなんとかなる試験でした ただボーダーが高いんですね当時50点満点で40点がボーダーとなっておりましたので8割取らないと受からない試験でしたただ暗記さえすればなんとかなったっていうのが否めなかったんですね旧試験の担当はそれですあと論文なんですけどそうですね今とは違ってこんな試験でしたえっ、ー、とちょっとこれ見せますね9試験の論文でありますんで旧試験の論文はちょっと待ってね えーそうですね、どこかにあってですね、あのー、基本的に短いんですけどね文章がねこんな文章でしたんとこれは僕が受かった年の特許なんですけども平成9年ですよね2問ありまして第1問が特許この部分 2, 問2行しかないですねでさらにもう1問がこれ第2問ただね今と違って3年中これ書くんですこれで。今 満帆書いてン当時は1.5倍書くのでどっちかというと早期問題でしょうね何を聞いていてどう膨らませるかっていうところがこれポイントの試験でした時の無無識試験ですね今少し変わってきましたねあのだん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 と文章長くなってきたんですこれ平成9年ですねで紳士に入って平成14年ぐらいからだんだんと上がってるようにうんちょっと長くなってきたでしょ ま言ってみたら、事例形式に変わったんですね、事例。事例解いて、どう解いていくかっていうところね、ただ、今とは違って、まだまだ短いんですよ。えー、これ、平成10年の1問なんだけど、括弧1、括弧2、今で構成されてるじゃないですか、文章も前提として短いんですけど、この時は一番多分、試験としては難しいですね、すごく難しい。論点どう聞いていて、試験、今何を聞いてるかと、そこから入っていって、まとめるっていう作業をやったわけです。 これ一番難しいですよで。そこからだんだん少し試験傾向が変わってきて平成17年でとか、ねうん、18年とかになるともうちょっとまた文章が長くなるんですね。でだいたい600とか700受か,かった年です。このくらいから。うん、で今で言うならば事務処理に近くなってきました。事務処理系です。いかに早く読んで回答を出して処理するかといううに変わってきたんですね。型ではありません。で さらにまた経つと、もっと長くなるんですね。これが平成二十年とか二十一年ですね。これ二十年です。長いですよね。ガーっと書いてあるね。一問。で、さらにもう一問は事例形式になっていて、さらに図版まで入っていて、請求項一、請求項二と書いてあって、実務チェックに見えるでしょ。長いんですよね。いかに早く読めるかっていうところになるんだけど、読み方が実はこれはありますね。 回答するならば、そうだな、自分くと5 6分で回答が出ます、これって。読み方が実はあるんです。答えがあるんですよ。さっきお見せした、旧試験って、言ってみたら答えがないんですね。あなたはどう考えるんですかを聞いている問題でした。で、1.5倍書くので、結構難しいんです。今の試験は一応、長くって難しくはなってるんですけども、しかし、解答は絶対これはあるんです。担当に近いんですね。いかに早く読んで 間違えずに回答カッカーがポイントにこれはなってっる試験です。こう変わってきたんですね。で、しかしこれさすがにまずいだろうっていうのが、えー、まあ試験業界っていうかあの多分庁の中で議論があったんでしょう。最近また少し変わってきまして、まあ特実はあまり変わらないかな。特に文系科目、微小商経ですけれども少し考えましょうって変わったんですね。新規制試験傾向に変わりました。で、さらに担当式試験は過去問十年分やったとしたって解けないんですよ。 かなり文章長くって、かつ改正パーツについて聞いてきますんで、見たことがない問題が結構出るんです。で、三十点というボーダーは変わりませんので、今担当は一番これ難しいのかなと思います。で、ロムワというと難しいんだけどまだその物体がね変わっていないので相対評価で受かるんですよロム式試験って。だからまだ受かってるんではなかろうかと思います。ただ問題カラッと変わりましたんで、うまくいったらチャンスですよ。 あの新しい傾向の試験に変わりましたので頭をチェンジしてもし望んでいただくならば早く受かるかもしれませんねベテラン以上にねそれが今のチャンスということになるかと思います、まあ、そういう傾向になってきましてなぜかというと求めている人材が少し変わってきたのかなと思いますね一時は知財人を1万人と言っておりまして数を増やそうっていう時代だったんですねで事務を処理する方を増やそうということで問題形式も変わったんだと思いますでさらに 合格者が増えてきましたんで、客観採点できる問題ってああいう問題だってことになるんでしょうね。今少し変わりました。今年は100人代ですね。昨年もそう。まあ、残りずっとね100人代になってしまって、これからもそうでしょうね。多分増えるという要素はないかもしれません。ただその一方で働く先って結構ありますよ。事務所もそうね。さらに仕事もかなり変わってきたと。 あのレックの一番最初のパンフレットってあるかと思うんですよ。ちょっとお見せしますね。うーんとね、これ、一応夢みたいなことが書いてあるように見えるんですけど、実際上そうかなと思います。今の事業っていうかね、特に紅士の仕事ってこんなこともあるよということです。ちょっと見ましょうね。通常、紅子って特許室が行って、商標調査をして、まあ、本体業務ですよ。ただ、そこだけではないっていうのが一応書いてあると思います。ここね 例えば、著作権管理業務、文系だったりやってる先生いますね、あと税関業務、水際で止めるという業務ですね、これも申請したりとかやっていますよね、さらに更新し、やっていたりします、入っていないでしょ、あるいは、えーとね、大学関係、これ教えたことは結構言っております、大学関係で大学の知的財産について、権利化をしてつなげるという作業をやってるんですね、こんなこともあったりとか、あるいは M&A。A うんまあ、企業知財の合併等をです、ね、やるという人もいらっしゃいます、あとは価値評価ですねやっていたり、働き口も昔は特許事務所か企業しかなかったんですよ、これが今、増えまして、大学、うん、行っている方いますよね、あと研究機関、これもちろん、あと M&A という方もいらっしゃいます、まあ、コンサルですかね、やっている方もいらっしゃいますよね。あとは海外 うん、これ僕のね教えた方だと女性が多いんですけどすごく行っていますね行っていて向こうに今事務所を構えてるって方もいらっしゃいます、うん、でこういった意味で地税に記って一番国際的だと思うんですよでこれいろんな方に聞かれるんですけどなぜそうかというと試験科目が条約っていう科目は世界共通なんですねでしたがってこの共通の科目を持ってさらに国内法って下にありますんで各国国内法って基本的に似てるんですね 日本法が分かると大体、まあ、試験別ですけど取れなくはないんですよ。言葉さえできればということです。でそうなると他の仕様以上に多分広がりは広いのかなと思っています。でそう思っていないんだと思うんですね。一般の方って事務所に勤めて国内で質が行ってと権利を取るだけと思っているかもしれませんが実はそうではないんですねで。そう変わってきたと。そうなると市長との人材って少し変わってくると思うんですよ。 でそれで試験傾向で暫時変わってきたのかなと思ってるんですね。じゃあ、その試験傾向にマッチをするためにはどうしたらよいかということになります。多分来年度もこれ難しいでしょう。おそらくね、この傾向は変わらないと思います。じゃあ、どうやっていったら今の試験って受かるんだろうかということになりますね。まず時間的には3000もこれは譲れないでしょうね。最終においてはね。最終3000時間。少なくとも担当は1000時間ですね。ただ担当式試験で 濃い勉強すると多分ね1500くらいで受かるって方いらっしゃると思うんですよあのー、自分のねクラスの宣伝したくはないのですけどもえっ、ー、とこれ何人かいらっしゃるかと思うんですねこの方 MS さんの方ですけどこの方は5ヶ月で受かりました多分ね最年少って最小限で受かった方ですよ僕聞いたことがないから担当とろ文を合わせて5ヶ月で聞いたことがないんですよ通常1年という方がいらっしゃると思うんです ただ5ヶ月で担当通通過過ししてて論文を通過してて多分いいなと思うんです、ね、うーん、まあ、頭の回転が速かったとっいうのは大使かだと思いますけどただね、担当式試験はすごく濃い勉強をしてましたね、まあ、それがあるならば多分1000ちょっとあれば論文までいけちゃうかもしれません、でそのくらい今、担当と論文って近しいんですよ、親和性があるといっても過言ではないんですね。じゃあ、その試験において、どう試験にてやっていったらよいんでしょうか。 まず線は取らないといけませんからねこれは箇分時間ちゃんと取ってやっていただきたいと思っていますでもちろんあのー、社会人で1000って取るの結構大変でしょ365日で1000といったって1日3時間勉強したかったら取れませんよね真面目に取れますかねなかなかこれ難しいと思うんですねあの自分受けた頃で社会人だったんですけど まあ自分の会社はちょっと遅かったんでね12時ぐらいにいつも終わって帰ってということなんでまずねうちに帰って勉強するってことはできませんでしたほぼ通勤の過程ですね僕1.5時間かかっていたのでそこで倍速コーナーを聞いてずっと聞いていましたでくるくる,くるくる回していたんですね回すっていう作業はこの試験には絶対必要になります回すで試験科目は多いでしょう「独読いい症状」っも1科目ではなくて3つも4つもありますよね プラス、著作権の不正競争、防止をという科目があるわけです。多い科目について、こうどうやって理解するかと。これ回すしかないんですよ。くるくるくる,くる回していって、最後、試験をくるときに、過労死でて回ってるっていう状況が一番正しい状況なんですね。で完璧にできるっていうわけでは、こは基本的にないんです。ただ、回っていないとだめなんですねで。回してもらいたい。そのためには、まず、通信でうまく使ってもらいたいんですよ。ないしは、えー、っと、音声にダウンロードってありますよね。 あれを使って通勤のようにずっってててずとと聞いいいいもらいたいと思っていますこれがないと多分社会人はこの時間で取れないと思ってるんですね。3000から1000少なくても1000は絶対いりますので1000、まあ、これは取ってもらいたいと思っています。ね、そしてこれ以上にまあやること、まあ、できれば担当式試験は高得点をたるき出してもらいたいと思っています。ね、一応合格基準点は39点です。それ39点だとなかなかロムまでちょっと通,通がしにくいんですね。 できればマルバツの試験でありますので、48ぐらい実は取ってもらいたいんですね。で、これを取るためにやるのがこの講座ってことになります。じゃあどうやって、えー、48って取ることができるんだろうかと、僕いつか考えてるんですけど、三つあると思ってるんです。取るためには一つ知識です。知識。うん。だから知識といってもここに書いてある通りですけどね。あのー、圧倒的な情報量って書いてあるけど、うん、そうかな。 あの少なくてもね、担当式試験で出てくるところは全部つぶさにやってもらいたいと思っていますただ、これが試験の範囲です、これを超えることは絶対にないんですね、労務もそうです、労務式試験はさらに深くやるっていうだけですね、そこはね、幅はその担当の試験に限りますということです、まあ、その範囲について、まずしっかりとやるということになるんですけども、できればね、担当の問題って解くでしょ、解いて丸、丸バツで決めますよね、そこで終わってしまっている方っていませんか 多分いると思うんですねで昔はそれでも受かったと思うんですよさっき言ったように僕は暗記だったと言ったでしょ特に旧試験ってで数年前の試験もそういう傾向は強かったですよなんとなくこれ見たことがあると解けるっても、ね、多かったんですねでも最近少し変わってきましてそうだなそう思ってしまうとそこで終わってしまうのかな多少ちょっといじってるんですね本試験なんでで同じかなと思ってやると実はバツという問題結構あります でできればその問題を使って自分で考える。ってくるるる絶対ににこれ必要になるんです考えるどう考えるんでしょうかね。い、う、つ、ん、かこれ書いたと思うんですけどもちょっとご覧になってくださいね。考える。うん、でまず2番に書いた通りこれ場面の想定を知ります。場面想定です。何情何行といったらこういうことなんだって場面想定ができないと実は解けないんですよ。単なる暗記になってしまうんですね。場面想定をするでさらに できればね条文だけではなくって担当の問題出たらなぜそうなったのかと○×丸バについて考えてみてほしいんですこれができると多分全て論文につながるんですねでこれは知識と言っておりますただこの知識と言っているところなかなか条文だけでこれ説明してしまっている構図が多いと思っているんですよこれ何項に書いてあるからこうなります例えばね線画主義もそうですよ 専関主義だったら1分1秒でど早かったらそっちが専関なんでしょでも同時関係の場合については専関癌ってこれ影響しないって話になるよね同等って話になっています39条ですじゃあなぜそうなってるんだろうかと一つ考えてもらいたいんですよ絶対理屈がありますからね通常こういうことって普通ないからそうなってるって教科書に書いてあったりしますけどそこで本当に議論って中止できるんでしょうかというと僕は違うと思っています 考えてもらいたいんですね。洗顔主義ですよ。1分でも早く出願すれば、洗顔ではないですか。でも違うんでしょう。同日関係は、先行が問わないと。同等だってことになってますね。なぜかと。ぜひとも考えてもらいたいと思っています。趣旨から与えめたら、これこれ、こうだからって、絶対これはあるんです。これを含めて、僕は知識と言っています。これを説明するのが、本当は講座ですね。条文だったら、自分でやったらいいんですよ。それは。ある程度、できます。 ただ、場面想定と、なぜそうなったかっていうところは、これ、講義を聞かないとわからないってことになります。これがまず一つの僕の特徴でしょうね。知識。あともう一つ、適応力って書いてあります。適応力ですね。うん。どの条文について使うのが一番妥当かっていうところでしょうかね。あるいは、どの制度を使うと一番妥当かというところでしょう。例えば、ある侵害の、ね、問題が出ましたと。これ、論文です。じゃあ、この場合って、一番最適な手段って、 一体何ですか普通考えませんか侵害提起さればされたとこの場合について被告はこれもこれも主張できると普通書いて終わりますよねでもそれは本当に妥当なんでしょうかね当然順番ってありますまず一番最初にこれを主張するでもこれ以上に強いものってあるわけでしょだから検討した上で一番マックスはこれだと普通書くわけですよただそれは試験では要求されていなかったですねうん でも今年の商標って聞いてきましたよ。最も一番最適なものって一体どんな措置ですかと聞いてきました。で、2つ以上,つ以上これ書いて、一番最適な措置はこれって書くのを今年は求めていたんですね。で、それは確かに知識だけではなくて、適応力でしょうね、うんで。さっき言った新しい仕事、これってこれがないとできないんですよ。適応力。例えば M&A、あるいは、えー、と価値の評価とかね。 これ,これがなないいとできないんできんすよそして最後は解釈力です解釈これ法律の一応試験なので説ってこれ2つとか3つにこれ分かれます A とか B とかね今ちょうどそうですね不正競争防止法で今審議に上がってる問題があるでしょう二条一項三号です二条一項三号は3年間独占権あるということになっていますただねこの3年間というものについては条文規定があるんだけど周期が書いてあるんだね ただいつから3年間かというところは議論があるわけですよ。で、なぜ議論があるかというところについて、実は考えてもらいたいんです。わかりますかね、次3倍から3年という見解もあります。この一方であの、まあ見える状態、見える状態で広告宣伝したから3年という見解も実はあるんですね。じゃあ、なぜそういう見解って分かれてくるんだろうかというのがあるじゃないですか。それを考えて、ここで解釈をしていかなければいけないんですね。 で最近のね傾向から言うならば通説じゃないものが今通説になってるんですね実はね、まあ、それも含めてぜひ解釈してもらいたいと思っていますこれ3つを持てば多分どんなものでも解けるはずです知識適応力解釈力ですねじゃあこれってどうつけるんだったらしいになりますうん一つはねこういうテキストこれ入門のテキストですよずっと僕は読んであの読んでっていうこともいいと思いますよでもそれって 多分響かないんですよ自分で解いて理解しなければそこで僕はどうしてるかとでまず「特実意症状貯っという科目については簡単にまず説明すれば十分だと思ってます、まあ、それがエッセンシャルっていう講座になるわけですね、えー、ご覧になってくださいね全部で14回しかこれはありませんエッセンシャル 本当にに簡単に回してるわけですだから初心者に「特技はこうですよ」ってずっと喋ったりしたって絶対これ忘れますよ。で実用者に入った瞬間忘れますよ。できれば「独実印象」で14回でやってくる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 これ回してもらいたいんですそしたら多分これ忘れないですよ。で多分つながりって多分出てくるはずなのね。でこの知識を持った上で次「流門コンプリート」。何をやるかとということだけど 読んだだけでは僕はダメだとさっき申し上げました。多分、ね、響かないんですよ。できたら、問題形式でこれ、ーくのが一番いいんですよ。そこで僕作ったのが、クレストっていう教材になります。えっ、ー、と、今日持ってきたんですけども、これ、入門クレストの方ですね。例えばですよ、このクレストは、えっ、ー、とね、入門の単元に合わせて、講座組を作ってるんですけどもね、単元は似ています。単元です。ただし、 当該単元について、例えばですよ、これ、一応、条文です。これ、160というところの箇所なんですけど、条文が書いてあって、そして、ここって一体どんな担当式試験が出てくるのかって書いてあります。で、さらに新しい問題でないものが入ってるんですね、すべて。で、説明されています。で、この範囲からね、超えてしまうものって、多分出てこないんですよ、間違いなく。うん これはうんと担当論文共通マターの事項が書いてあるんですね。どこうん、ただ、そうですねちょっと話したように今日試験の幅って担当の幅だと僕は申し上げました例えばこれが試験の幅だとしましょうね0から100ですこれ試験の幅ですこれが実はイコール担当の幅になるんですけど担当試験を超える範囲は絶対試験には出てきません 判例もそうだからね新しい判例やったって意味がありませんからまずこれ問われたものしか通常論文は出てきません間違いなくでその上ですよさっき言った担当入門コンプリートでやってる幅はそうですね単論共通マターなんでここ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 ってことになるんでそうだな大体これで。 大体の幅全ての幅の7割ぐらいやったってことになりますかね7割でも担当は全てやらないと本体はいけないわけですよ7割でも単論共通マターでありますんでこのくらいということになると思うんですね残ってしまったパーツこれをやるのが担当ワイドってことになります担当ワイド。ね、これ通常アドバンスを使ってやるんですけど今年もどうしようかで今考えてるんですね 頭かなり量,量が膨大になってしまってるんでできれば自分でまとめてそこは作ろうかなと思っています、うん、でそれを含めてやると全て埋まることになるんですねでそれが「担当ワイド」っていう講座になりますここね42回やるんですけども、えー、とこれ1回やりましたよねこれ含めてここで全部潰していきます全部だから担当と論文とも出ることについてはここで2回目 問題付けでるるってことになるんですねさらに、担当だけの部分って、初めてこれでやるってことになるんで、これによって初めて、すべて終わるってことになります。で、残ったのが論文ワイドということになるんですけど、これはね、論文なんでしょう。今の論文式試験って、あの2年目に行かなければ解けないっていう問題ではないと思っています。なぜかというと、先ほど見ましたよね。あのすごく文章が長い。でも、回答は絶対これはあるんです。担当に近いんですね。 担当さえできれば、回答これ絶対上があります。で、回答さえがあれば今受かるんですよ、今の試験って。だから、5ヶ月で受かる方がいるんです、そこって。担当さえ受かって、プラスアルファーがあるならば受かります。間違いなくね。昔は違うんですよ。あなたは考えればと聞いてくるんで、受かり難かったんです。今は違います。担当さえ50点ぐらい取れるんだったら受かるでしょうね。まあ、それは目指してもらいたいと思っております。まあ、それが、論文ワイドっていう講座になるんですね。はい。 で他に特徴はどこにあるかというとミくスかあるんですけれども1つ、ここですね5つと書いてあるんですけど1つはここ、えっと、クレストと、まあ、これは先ほど申し上げた通りでありまして自分のレジュメですね、うん、今26年前に作ったのがアドマンスっていうテキストですこの自分前にです、ねまあ、再度作り直したものですこれをクレストと私は称していますでこのクレストは上4本今作ってますね、まあ、配っている通りです、まあ、これがあります あと、下4本ついて、下3本ついて、今作り上げているところなんで、できればこれをね、やってみたいかなと思っています。でそして、あと、論文クレスト。これは論文系でありまして、うんと、ちょね、論基礎って、そうだね、こういうのを使ってやってるんですね。講座の中ではね。まあ一応レジュメです。ただ、これって今出ないんですよ、試験には。まあ強いてもこれは、 論文じゃなくて担当に特化しいいいんですねこれいわゆる点から面に展開するという意味では担当にこれを特化した方がいいんですこの教材って。ね、でじゃああなたは何を使っているかというと実際上は論文問題について細かく解説をしております。ここですね例えばこれ例えばねえー、っとですねここ国内優先権という問題であるならばこういうところが論点となっていてと、まあ、これ論点ですね。 そして、どういうものが出るかというと、令和3年、こういうものが上がっています。じゃあ、どう解いていくのかと、読み方ですね。読み方です。文章は長いでしょ。でも、これって5、6に実は解けるんです。読み方です、ねで。読み方があって、さらに簡単に書くというのが、この回答例になっていますね。これをやっていくのが、えー、いわゆる論文ワイドという講座の論文クレストということになります。クレストは2つあるんですね。 うん、入門クレストと言われてくるものとあと論文クレストですねでこれが終わりましたと終わった後って通常ね年明けからあのゼミって普通やるんですゼミねそれが、うん、と一問一答詞を使って私はやってるんですけどねそこでずっと落としていきます6回ぐらいあるのかなやっていきます担当総紙明けゼミと言われてくるものですねでさらにうんとこれあの時間があればってことになるんですけど 講義終わっっった後に通常復習ててやってるんですね。これをアップしてあのまあうちのクラスで通信の方結構多いんですね通信生だしか受けられないっていうと困りますんで通信にアップしております是非ご覧になってくださいずっと応答してますからね手応答できるもの用途ができれば多分どんな試験でも受か,かりやすいんですよなかなかこれ難しいからねこれ「どこですか?」って聞いて丸ルバスは多分答えることが可能だと思います で問題はその後先を聞いていくんですね。なぜそうなっているかというところですで。回答しますよね。回答できたと。さらに展開したことを聞いてまいります。じゃあ、横の放出ですね。衣装とか商標だったらどうなるかと聞いていきます。で、これこれこうです。じゃあ、特許と違ってなぜそうなっているんですかとさらに深く聞いていきます。で、また終わりましたと。じゃあ、条約または一体どうなっているかと。国際条約についても聞いていきます。 これがでできててて初めて多分全てつながるんるしょうね。僕ねあの自分の言うことは何ですけど5年かかったんですね試験ねで3年間は中津飛ば麦だったんですよである時あ,のあるゼミに行きましたよねそのゼミに行って問答形式のゼミに行ったんですねでずっと当てられてくるわけですよどうですかどうですかとで当たってずっと勉強していくうちにつながったんですね 実、医、生、情、女婦、あと、一般法です、民法、憲法、刑法、行政法、こうなると、多分解けない問題ってないんですよ。ある程度答えが出るんです。ねまあ、これ、なんだろうなあの、新しい法律を見たりとか、新しい案とか見ても、多分自分で解けるよう、ね、分かるようになるんです。こういう形で受かってもらいたいと思ってるんですね。まあ、それも含めて、ぜひですねあの、こういうことをやってみたい方。 特許事務に入っっってててんだだけじゃなくでできるるたら新ししい世界ってあるでしょ。例えば、えー、ここに書いてある通り海外とかねあるいは大学とかあるいは研究機関 M&A でもいいですよ、ね、あるいはライセンスライセンスねあるいは訴訟とか著作権の管理業務やってみたい方、ね、こういう方ってそれがないと多分できないと思ってるんですね考え方ですよ、まあ、数学ができるからいいってわけじゃなくて考え方ってあるじゃないですか これっすべてに応用できますからね、これを論理的にやっていこうというのは、この講座の講師になりますので、ぜひ、この講座を取って、一緒にやってまいりましょう。ね、で早いもんで、1月からもうこれ見れることになっているんでね、あのー、この部分ですね、エッセンシャルというパーツ、これについてはすでに、あのーまあ、配信ということになっているんで、取っております。これをまず見て、繰り返してもらいたいです。 で4月まで見ることによって相当、ね、最初のスタートが早いということになります受かりやすいんですねで,できればこれを含めて年内中に終わりますので終わったあとは年明けからアウトに切り替えるこれ絶対必要ですそうしないと、うん、焦るんですねで実際は2月になるとめちゃくちゃこれ焦ります2月野球やったらキャンプになったらすごく焦るというイメージですねあのくらいから焦るということになります、ね、だからそうならないうちにまずインプットを固めていきましょう それためにこれやっておりますのでぜひ、えーまあ、検討していただいて申し込んでいただいたらと思っております。でではお疲れ様でした